こんばんは。わあ、久しぶり。この感覚久しぶりすぎて。こんにちは。今日は火曜日か。今日火曜日？大変だ。火曜日の感覚が全然なくてさ。みんな今日は何してたんですかね。私何話してたんだろう今まで。嬉しい、いっぱいコメントが流れてくる。ありがとう、たくさん。こんにちは、こんばんはか、こんばんは、一ノ瀬美久です。お願いします。みんな何話すんだろう。ちなみに私は今日はお昼過ぎまで寝てから一個仕事があったので、それやってここに来ました。みんなお仕事の合間とかなのかな、学校終わってから見てくれてる人もいるのかな。そうだね、こないだミーグリだったからありがとう、来てくれた方。楽しかった。ちょっとね、話す内容考えてなかったから とりあえず前回メンバーからの宿題をやっていこうと思います。前回メンバーさんからの宿題はじゃじゃーん、楓さんからですね。私とご飯に行くなら何を食べに行きたいですか？もう私はね、一択ですよ。焼肉 やっぱりなんか楓さんは焼肉絶対おいしいとこ知ってるだろうなって思ったので、よかったら一緒に焼肉行ってください。そうです。楓さんは結構それこそ5期生だと富里奈央ちゃん、奈央と仲いいイメージがあるので、いつも奈央がこうすごくお世話していただいてる、可愛がってもらってる姿を見て、ちょっと一緒に行きたいなって思ってます。 はい、こんな感じでした。ね。そして、そして このまま乃木曜日選手権やっていきたいと思います。今週の乃木曜日選手権は、ガオー ワニでーす。シンプルワニワニ、この歯で噛まれたらダメってやつですね。ちょっと、ちなみに、私が今日、私からになるのか、これ。ちょっと早速やりますね。でも、このね、痛い系一番苦手なの。いきますよ。なんか怖い、ここ。スリルあることない。ねえ、どれが危ないと思う？あと5本。ちょっとここ行くね。あと4本。どうしよう、ここかな。
私の予想はこれだと思うの。ごめん、ちょっとうるさくしすぎた。ごめんなさい。ごめんね。めっちゃうるさかったよね。びっくり。今何本だ？あと2本残ってたよね。何本だったんだろう今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13本あって残り2本だったってことは 11?10?10 でした。ごめんね、もしさ誰かの前、誰かのと一緒に見てたらさ急に叫び声聞こえるとびっくりしちゃうよね。ってことで記録10でした。あのね、さっきちょっとさ自慢していい？さっきね練習で一回やったの、パーフェクトだったの。もうね残り1本だったので、あーもうこんなとこで運使っちゃったよっていう話をしてたけど結構良かったんじゃない？じゃあこの記録を塗り替え、塗り替えられないように見守っててください。明日以降もね皆さん。ということで一ノ瀬みく10本でーす。わーい、すごい、みんなずっとハートとかひたすら送ってくれてありがとうね、ありがとう。じゃあちょっとコメントでも読もうかな。お、バラエティ的には一発目がごめんなさい。でも本当にさ、やったことある？みんなやったことあるのかな？結構痛いのよこれ。結構このワニさんは強かった、口が。この後は読めなかったな今。やったこ、意外とない方多いんだね。え、綺麗になったねって書いてある。え、綺麗な、本当？乃木中やったなって、ごめんね。ちょっと初めて騙しちゃった。でもやっぱね、カキさんはもう純粋すぎるからダメだよ。もうね、あんなに心が痛むことなかった。なんて純粋で優しい方なんだろうねって思ったけど、あるのがなんでチョキ出したのか私は未だに分かんないよ。あるのが一緒にグーで勝つんだろうなって思ってたんだけど、あるの なんでチョキ出したんだろう。でも本当にあるのはああ見えてめっちゃポンコツなので、そこが可愛い。みんなポンコツだからって書いてる。ポンコツだからね。あ、グル、あ、グルって書いてる。そう、でもね私も意外ともう普通にね、まあでもこれ以上言わないようにしよう。来週もあるんだった、そういえば。そういえばね、他には、ああ同じの出そうとしたんだ。あ、そうだ、一人でねこの間北海道に行ったんだ。楽しかったです。みんな一人旅とかしたことあるのかな、あります？私はでも初めてだったんですけど、分かったことは誰かと一緒の方が楽しい。私さすぐなんか感想を共有したいタイプなのよ。だからそれこそ、知ってる？北海道って信号機が縦なの。なんかさ横断歩道ずっと歩いてたんだけど全部縦で、なん、あれ雪とかがいっぱい降るからね。だからさ私そんなんも何も知らない、知らん
なくて、だからね、信号機縦なんだけどって一人で言って、あ、でも共有する人がおらんと思って急いでママに連絡した。だからね、やっぱりね、誰かが一緒の方が楽しいかも。あ、寂しい女だなとか書いてある。なんで？でもさ、いつもそれこそあやとかを、あやとかがイエスマンだからさ、絶対あやとかを連れていくの、ミコはね。次はあやを連れて北海道に行こうと思います。あと、そうだ、見て、これシマエナガかな。シマエナガじゃないか。 君は誰だ。 私、シマエナガがさ、それこそザタイモのキャラクターみたいなのでもあるからってのもあるけど、シマエナガ大好きで、北海道行ったらね、シマエナガだらけなの、お土産とか。だからもう幸せだった。いっぱいシマエナガグッズを買って帰りました。だから今はリハーサルとかが最近毎日あるから、シマエナガボールペンを使ってメモメモしてます。かわいいでしょ。お寿司とか食べた。お寿司食べたり、結構北海道っぽいもの食べたかもしれない。あと市場とか行ったから、お土産とかを家族と自分家にも送って、それこそメンバーと一緒にメロンとか一緒に食べたりした。いいでしょう。ジンギスカン食べれなかったよね。食べ物の話してたらお腹が鳴っちゃうから。 お腹鳴っちゃうから。ソフトクリームも食べたよ。いいでしょ。じゃあ今度は誰かを連れて行きたいと思います。そして、そうだ、5期生曲の「じゃあね」が切ない。うわ、すごい。 なんか回ってる。じゃあねが切ない MV 公開されましたけど、見ていただけましたか？お、見たよーっていっぱい書いてくれてる。ありがとう。すごいね、あれは。この間の配信中でもお話ししたんだけど、1時起きとかなの、夜のね。で、準備して朝日と夕日の中で撮ったから、みんなと一緒に本当に綺麗な景色を見ながらできて、でね、正直さ、めっちゃ早かったから、みんな疲れるだろうなって思ってたけど、本当にひたすら元気なのよ。それでさ、やっぱりなんか5期生、みんながずっとさ、一日以上一緒にいるっていうのがさ、なんか楽しかった。 すごいよね。いや、本当にね、見てほしい、みんなにその時の様子を。なんかさ、何してたかな。それこそアンダーライブの直前に撮影っていうのもあったから、アンダーメンバーとかはずっと歌いながら、振り確認っていうかミニライブみたいな、そこでしてくれて、私たちも一緒になって踊ったり、ずっと人狼ゲームとかしたり、なんか本当にずっとお腹抱えて笑ってた気がする。楽しかった。いいでしょ。海釣りごっこ、舞台もしてたよ。そう、楽しかったんだよね。楽しかった。 かな。他になんかあるかな。
でもあれだね、もうすぐさ、ツアーがあるよ。そう、私が1年で一番好きな季節、夏。なんでかというと、ライブがあるから。知ってるでしょ、みんな。私はね、ライブが大好き。鼻つまんで話していただけませんか？ やだ。そう、夏が大好きなの。で、もうすぐ。でもさ、もう夏のさ、全国ツアーってもうまだまだだと思ってたけど、もう1ヶ月切ってる？もしかして。切ってる？だからもうさ、今さ、本当に楽しみなの。私たちは初めてのドームツアーだから、来てくださる方いますか？いるかな？でもさ、ミーグリとかでお話ししてるとさ、いっぱい行きますって言ってくださる方が多くて、私はリハーサルも大好きだからね、楽しい。それこそさ、先輩とかも全員一緒にさ、全国ツアーはリハーサルやるんやけど、結構その時に仲良くなるの、いろんな先輩とかとね。普段話さない先輩とかとも話したり、もっと仲良くなったりするから、そう、一番ね、ツアー期間が好きなんだけど。お、来てくれる方いっぱいいる。神宮もあるしね、最終日。 そう、あ、でも今週香港でライブもあるので、香港まで来てくださる方とかいるかな。香港ね、この間も梅さんと凪とかと一緒に行ったんだけど、めっちゃ楽しくて、美味しかったな、ご飯も。だからね、本当にライブ続きなの、これからしばらく。最高でしょ？最高でしょ？気持ちだけ一緒に行きます。じゃあ気持ちを連れていくね。お、ツアー全部行く。嬉しいね。だからさ、それこそ今回は前、いつもに比べるとさ、日数とかが少ないというか、だからそれこそ全公演来てくださる方とかもいらっしゃるから、どうにかね、毎日違う楽しさをお届けできたらいいなと思っております。新しい一発ギャグみたいな欲しいな。 新しい一発ギャグとか欲しいな。 ね、福岡がね、あればよかったな。だって私、加入したばっかの時に1回あったんですけど、2年間寝ないので、お願いします。聞こえてますか、スタッフの皆さん。来年は福岡でやりたいです。鯛茶漬けが食べたい。 お願いします。今スタッフさんに念じたので、みんなも念じてね。 みんなもやりたいって念じてね。そうだ、たまみさんの写真集今日ですか、発売。あれ？今日じゃなかったかな？明日？今日だよね。お、青いバラ。おめでとうございます。寂しいなあ、ご卒業ね。そう、寂しいんですけど、それこそお誕生日の時とかも連絡くださって、いっぱい思い出作ろうねって言ってくださったので、いっぱいね、ご卒業までにお話ししたいなって思いますね。楽しみ、まだね、見れてないので、すごい楽しみです、見るのが。
でもさ、先行カットとかがさ、全部可愛すぎて。よかった、綺麗だったな。そうなの。お、乱入。そうか、この後配信多分ね、あるって見たので、ぜひ楽しみにしといてください、皆さんもね。あ、ビクトレしますって書いてある。そう、あやのお誕生日もね、近いの。あやが17歳になっちゃうよ、出会った時14歳やったのに。早いな。あとね、6期生ももうすぐ入ってくるからね、楽しみ楽しみ。わーい、花のセブンティーンね、これからもずっと一緒に遊んでほしいな。あや見てるかな、あや見てる。でもあやは、あ、りくもおばさんになってくって、はあ、ひどいわ本当に。お姉さんって呼んで。お姉さんは違うか。りくってさ、いつになったら大人になれるんやろ。なんかさ、ずっと、だってもう21歳だってよ。早いな、時の流れって。早いわ。ねえ、どうしよう、多分後輩の方が大人っぽいと思う。お世話してもらっちゃおう。じゃあそろそろね、次回メンバーに宿題を出そうと思います。あれ、これって次回のメンバーも言っていいんだ、言っていいのか。次回のメンバーは誰でしょうか。ヒント、同じ5期生です。誰でしょう。お、お、今正解が見えた。お、わかるかな。じゃあヒント、何がいいかな。歌が上手なメンバーです。お奇跡、歌が上手な子多いからな。なんでこんな書けないの。お、いいね、みんな。正解は、じゃじゃん、中西アルノちゃんでーす。わー、アルノも久しぶりな感じがする。明日アルノちゃんにはこの猫耳をつけて配信してもらいます。アルノ見てるかな。なんか確かさ、前かなんかも私の後がアルノだったらしいの。そんなことあるのって書いてある。なのでみんな、明日は猫、アルノ猫ちゃんが配信なので、明日もぜひぜひ見てください。私も見ます。いいでしょう、これをつけてもらいます。明日はね、アルネコちゃんですね。絶対見るって書いてる。いいでしょう、アルノちゃん、アルノちゃん。ねえねえ、な、何する。ちょっと愛を、じゃあここに愛を込めます。そうですね、あ、
そうだ、あのさ、全国ツアーが始まると同時に、真夏のあの全国ツアーカフェですっけ、あのカフェがあるんですよ。みんなの考案したメニューとかがあるんですけど、まだ私のはさ公表されてないから秘密だけど、よかったら遊びに来てください。お、もう行くって言ってくれてる人がいる。嬉しい。コラボメニュー面白そうでしょ。私はね、あのいろはが考えたカレーが食べたい。前期のメニューでこの間発表されたいろはちゃんのカレーが食べたいです。みんなは？肉は何でしょうか？ 去年はね、確かいちごパフェを出したの。食べてくれた？ね、試食会美味しかった。 でもね、みんなミクが作ったやつがめっちゃ美味しいって言って、他のメンバーが完食したの、ミクの。だから楽しみにしててね。 さあ、じゃあ、今何時？あ、時計、あ、待って、あと3分だって。早い、どうしようどうしよう。3分ってことはあっという間だよ。3分ってことは60秒が3回来たら終わるんだよ。あ、そうだそうだ、明日ザ・タイムだ、忘れてた。 明日スクショタイム、じゃあ一瞬つけようかな。 黒猫似合わないかも。 はい、やっぱり外します。 そうだ、あの明日ザ・タイムなので6時半からよかったら見てね。明日晴れるといいな。ね、見てね。一緒に早起きしてね。二度寝しちゃダメだよ。じゃあみんな明日のミクの朝ごはんを考えて。 あと2分の間に。 早い、明日何食べようかな。フレンチトーストいいね。お、サンドイッチいいね。お、塩パンいいね。朝飯小川屋って書いてる。みんなが言ったからって言って食べに行っていいならいいけど。馬刺しいいね。さっきちょうど馬刺し食べたいって話してたのよ。おにぎり、明日の朝ごはんは何か食べます。 ちょっと決めれなかった。待って、もう終わっちゃうよ。あとね、ちょっとだよ、ちょっと。なんかやり残したことない？みんなやり残したことない？もうバイバイって言ってる。早いよ、普通は帰らないでって言ってほしかった。 かまちょだね。みんなも体調気をつけてね、暑くなるから。ありがとう。帰りたくないけど、そろそろ帰ります。 延長してわかった。じゃああと30分やろうかな。 ダメって言われた。 じゃあね、バイバイ。明日朝会おうね。待ってるよ。それではさようなら。え、これ変えねえの？さようなら。こっち。